ちょっと待って、振れなかったの。振れんか。次へ。え、エミリーやったことないの？やったことない。誰か描いてる、あそこ見てる、帽子かぶったロボットくんがね、描いてる。あとの顔ができる。色紙でしたね。いいです、いいです、これで構わない。帽子かぶってんだ。帽子かぶってないよ、これ髪の毛だ。帽子かぶって写した。いや、ロボットが帽子かぶって。あ、ロボットかった。マネちゃんの帽子だよ。ほら、キミカのパパ描いてくれてるよ。これは面白いな。ボサボサの頭まで描いてる。トレードマークだ。ジムジムのかな。すごいでしょ。お、いや、もうなんかなか一人より輪郭がある。ある大したもんだね。頭いい。これ愛護って書いてあったから、あらと思ったら愛護ってあれだ。それ、なんかシワが多くない？毛に多いんだよ。おじいさんみたいな。必要以上にシワをよく描いてしまうんですよ。あ、そうなの。なんか、でもほら、子供はないよ、こっちの左に。これは確かに。確かに。顔ばかり年上になってる。おじいさんみたいだ。面白いね、これ。似てるけど、おじいさんみたいな。でも似てるね。半ばかり仕込まれかかる。半ばかり年上になったり。やっぱり似てるね。ああ、似てる。ちゃんと怒られてる。そうそう。目元なんかどうする？目元すぐに分かるね。すいません、できました。色紙でこの子一つ。あ、大丈夫ですよ。さあ、シワだらけ。女の人でシワとかかないだろ。そう。怖で残ったら大丈夫。ほら、子供はこんなふうにやってるから、シワがない。やっぱり似てるから、面白いよね。最後は体験しよう。2005年。笑ったところと思うとね。